こんにちは、あやです。今回はアウディの A1S ラインまた例のごとく、はいはい、スリーピース岐阜店さんにお邪魔しております。はい、はい、お邪魔しております。いらっしゃいます。はい、はい、これね、うん、S ラインの A1 がありました。そう、これも売り物です。そうなんです、はい、しかも、うん、まあ、のりちゃんはもともとアウディ好きっていうのと、うん、私は最近アウディの A1 がすごく気になってて。そうだよね。そうで、のりちゃんにもその話して、うん、前に撮影来た時に、A1 だけど、うん、みたいな、なったら撮影していいよっていうことで今回撮影させていただきます。はい、もうやっとね、念願のアウディですよ。ドブレステチャンネル初取り上げじゃないですかね。すごい。はい、じゃあ詳しく見ていきましょう。見ていきましょう。まず、うん、このアウディの A1S ラインなんですけど、うん、はい、後期そうだね、29年式のって言ってたんで、現行になる前の後期モデルになるのかな。はい、はい、だけんヘッドライトの形がね、ちょっと違う、ね、変わっていたり、はい、あと S ラインなのでバンパーが違います。はい、かっこいいね、やっぱスポーティーだよ ね、 うん、めっちゃかっこいいね。うん、へー、はい、いい感じですよ。ほんで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 からのサイド。はい、サイド、かわいい、ちっちゃい。これは、はい、この3ピースさんで、うん、純正のノーマルのやつを仕入れて、はい、3ピースさんでちょっと足回りいじって仕上げたそうです。はい、なのでちょっとね、車高がすっごいいい感じになってますけど、すっごいいい感じ。これちゃんとね、カーブへの車高調を入れてるらしくて、いいですね。あ、見えるかな、あ、見えるかな、微妙だな、見えるかな。あ、見えたね、見えたね、カーブへ書いてますね。はい、ピカピカや、いい感じですよ。これ純正ホイールでも決まっとるような、なんか、いや、全然もう違和感ないさ。うん、いい感じだわ、本当にめっちゃいい感じですよ。低いな、低いね、実際こんなに低くないよね。まあ、もうちょっと背高いよね。そうか、これは4枚ドアだね。そうですね、4枚ドアになっております。はい、あ、でも私アウディ初めてこんなに近くで見た気がする。本当ないですね、私アウディの TT 好きって言いながら、あれ後ろも乗れるって知らなかったんでね、人が。あ、ツーシーだったと思ってたの。そうなの。そうかそうか。はい、後ろ、はい、後ろ、いやかわいい、なんかかわいいけどさ、なんか黒だからか、ちょっといかつさが残るというか。しかもこの S ラインだからなのか、うん、やっぱこうね、色の感じも違って。そうだね、あ、これも S ラインだからマフラーがいいね、このマフラー日本出したのかな。はい、こんな感じ。このアンテナってさ、うん、これしまえるの、この部分なんかちょっと伸びてそうな気もするし、確かにね、なんか A1 こんなアンテナ長いんやな。長いよね。うん、シャークフィンに変えたらもっとかっこよさそうになるかな。あ、しまえない気がしますね。じゃあこういう感じかな。はい、じゃあ早速中も見ていきたいと思います。はい、オープン。はい、え、なるほど、ここにスピーカーあんの。ん、あ、本当だね、スピーカーだね、すごい、めっちゃアウディの匂い。え、これがアウディ？そう、これがアウディです。あー、いい匂いです。あー、いい匂い。しかも今、匂い嗅いで気づいたんですけど、うん、シートにちゃんと S ラインって書いてある。そうだね、S ライン。すごいね。だいぶ S ラインになると、結構しっかりめのスポーツシートになって。立ち上がりがあるんだね。うん。ハーフレザーのね。かっこいいです。ハンドルも結構スポーティーな感じだね。そう、これも S ライン専用のステアリングで。ほんとだ。よくね、その S ラインじゃなかったら4本スポークとかなってたりしたり、うん、まあここがね、パンチング、うん、まあ、生地じゃなかったりするんやけど。ちょっとパンチング好きだもんね。うん、違う、違うね。違うね、どこの情報かな、それは。ご情報ですね。え、ここは何、何、何なんだろうな、これは。おつまみ入れですか。そう、おつまみ入れ。浅いとすぐおつまみ入れにしちゃいますよ。あ、ここもね、ちゃんとあるんだね。そうだね、S ライン入ってます。すごいね。かっこいいよね、このメタルプレート。
あ、出た出た、私がちょっと謎で分からなかったやつですね、これね、会社あるあるのやつですね。そうですね、まあ、別であるっていうね。はい、うん、なるほど。シートも全然それほど痛みがひどくなくって、やっぱここはね、やっぱレザーやし、シワがちょっと入りやすいかもしれんけど、ね、しっかり皮、うん、固めの皮なんで、そう、結構固め、あんまり、うん、へたりはそんなにしないかなって感じ。そうですね、うん、ちょっと乗ってみて。いいんですか。はい、恐れ多いなって言いながらすんなり乗っちゃいますわーすごい、あ、意外となんかすごいスポーティーに、なんか視界が狭い、うん、思ったより狭かった、はい、上がね。そうか、ここは、うん、まあもう想定内の感じ、うんうんうん、ここはすごくスポーティーな感じがする。なんか外からの見た目は、うん、もう違うって思われるかもしれないけど、私の中でスウィフトに結構近くて、だからもうちょっとこう視認性がいいのかなと思ってたんですよ、うん、ガラスが大きくてって、うんうん、いや、なるほど、あ、でもこれいいな、へえ。そう、いい感じ。お、ここにも S ラインって書いた、え、違う、 S エストロニックです。エストロニックか、引っ掛けですか。で、サイドブレーキ。そっか、サイドなんだ。お、サイドだね。うん、ここにアイドリングストップオフがありますね、うん、はい。あ、何、ナビしまわれないのか、これ。あ、どうなんだろう、ちょっとエンジンかけてみましょうか。エンジンかけたら普通出ちゃうよね。普通でもこれ出てる状態じゃないの。あ、そう、しまわれるやん。自分で開けるのか。手動でございます。えー、でもこれ格納できるのめっちゃ良くない、うんうん、めっちゃいい。めっちゃいい。やばい、欲しいボルテージがめちゃめちゃ上がる。こっちがナビ、これがナビになるのかな。あ、そっかそっか。ちょっとエンジンかけてみましょうか。はい、お願いします。あ、もう出ました出ました。でもなんか私ちょっと今、うん、これは可愛いと思ったけど、なんかすごく昔のゲーム。めっちゃドット絵やすげえ。めっちゃ可愛いけど、ちょっと閉めてみようか、中入ります。はい、あ、なるほどね、可愛いですね、うんうんうん、なんかね、ほんとドットみたいだね。なんだろう、昔のゲームですよこれ、うん、なるほどなるほど。ここにエンジンボタン、こちらにありますね。あ、そう。あ、そう。私も実は A1 は乗ったことないかもしれん。あ、そうなんだ。うん。珍しい。これは？あ、違うよ。あ、ほんわり、ほんわり消えて、ほんわりつく。夜はね、結構明るいんですよ。そうですね、結構いい感じと思います。ほえー。ほえー。おお、こんな感じにつくんだ。綺麗だね。綺麗だね。なるほどなるほど。あのさ、私ちょっと変わっとるなって思ったのが、うん、ヌーミラーの形。丸い。丸いよね。丸々してる。ちっちゃいよ、ほんで。そう、ここの部分がさ、すっごい角が取れちゃってるから、うん、めっちゃ丸いです。はあ、で、これをつけとくと、うん、あの、原稿してくれるってやつ、勝手に。なるほどね。え、めっちゃ便利なやつですね。ああ。へえ、すごい。結構なんかこうスポンジが入ってる天井になります。おお、言われてみたら。ね、うん。一枚入ってますね。しかも、ね、なんかこう結構粗めのファブリック。うんうんうん。そうやな。そうですね。ちょっとジャージっぽい感じで。うん。うん、へえ。しかもなんかこのつながりになって後ろのルームランプなんだ。へえ。あ、これ一応5人乗りなんですね。そうですね。ちっちゃいけど。ちょっと後ろの方乗っていきたいと思います。はい、すごいなんかちっちゃいミニチュアのお家に入るみたい。多分日本で言ったら、うん、それこそヤリスとか、ああ、そういう感じ、トークラスになるのかなと思う。おお、あ、しかもなんか、うん、結構やっぱ硬い革で、うん、しっかりしてるし、うん、ヘッドレストめっちゃ硬かった今。革がめちゃくちゃ硬いと思う。うん、すっごいしっかりしてる。うん、なんか私は結構固めが好きだから、うん、乗り物の椅子はね、うんうんうん、だから結構私は好きなタイプ。しかもやっぱ痛みづらくない、こういう硬い方が。そうだね、まあ、シワは入りにくいと思う、うん、そう、やっぱこうやわいとシワになりやすかったり、うん、へたれちゃったりするけど、うん、こんだけしっかりしてて中もしっかりしてれば、うん、へたりづらい気がする。
あやちゃん、お気づきでしょうか、お尻がとても斜めなこと。そうなんだよね。だから全然窮屈じゃない、見た目はさ、うん、もう本当に狭い感じがしたけど思ってました。失礼いたしました。だってこんなに、すごい、しかも結構こうやってやろうとすると無理な体勢になるから、ここでさ、ちょっと横に寝てみて、こういうこと、うん、なんかめちゃくちゃこう、奥に押しやられるとわかんない、うん、なんかすごいずっと坂を登ってるみたいな感じ。やばい、なんか平行感覚がおかしくなる感じしますね。めちゃくちゃ斜めなんだよね。すごいね、これ、この斜め。だから長距離も足が疲れにくいっていうか、うん、そうだね、うん、全然窮屈感がない。へえ、それはすごいですよ。ちょっと真ん中乗ってみて、乗れるのそれ。ちょっとあるよな、山が。あ、どう。まあでも両方に意外と逃げられる。この山が細めなんだよね、うん、意外と。あ、そうなんや、うん、本当だね。うんうん、しかも真ん中に乗ることによってここの おつまみボックスがあるから、おつまみ入れないよ、本当に。ちょうどいいですね。頭も結構あれだね、あやさんの身長だと、うん、うん、そんなにきつくない。ちょっと男の人だと真ん中はだいぶきついかな。そうかもしれない、うん、やっぱこのへこみ分が全然ないからさ。そうやな、やっぱここが結構でかいよな。でかい、だってこっちに乗ると頭こんだけ余裕。おお、ほんまや。全然違うね。違うな。拳一つ分ぐらいは違うよね。そうだね。うん、大体。すごいです、これは。しかもさ、スピーカーめっちゃついてるよね。ここついてるでしょ、うん、ここついてるし、うん、ここ後ろもついてる、うん、ああ、ほんとだ。こんなちっちゃい車内に。そう。ついてるんですよ。へえ。だから音も結構しっかりいい感じで聞こえるんじゃないかなと。いいやん。ねえ、うん、めっちゃいいよ。ちょっと次、荷室見ていきたいと思います。はい、開けます。はい、どこですか。なんかナンバーも黒いとさ、分かりづらいな。ここだ。え、何これ、ランプ。え、ランプが残ってますね、こっちに。残っている。いや、ないんですよ。違うな。ないんですよ。ないんですよ。違うの、これ。これなんだ、なんか後ろの照明つけれるんじゃない。え、なんだろう、なんだろう。残ってる。後ろの照明とやらは一番下、向こうは、ね、それを引っ張って、あ、そう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 、これ後ろ、ちょっと見てみよう。うん、うわうわ、何の意味が。え、だって閉めてたら意味ないんだよ。え、閉めてみて。リアフォグとかじゃないんだね。どこで閉めるんですか。ここです。内側です。あ、なるほど、これが、あ、わかった。荷物をこう乗せたりしておるときに後ろに知らせれるように。なるほどね。かな。これリアフォグついてるもんだって、今この状態。そうだよね、うん、テールランプリアフォグついてて、え、不思議。へえ。のりちゃん残ってるっていう発言も面白かったですけど。待って、ちょうどさ、位置がさ、そうそうそう、残っとるんかなと思ったら別もんやったわ。すごいね、え、しかも結構広い。広いな、思ったより。思ったより広い。寝れるよ、これ。え、そうやな。まあ、恒例ですね、皆さんこれ待ってたと思うんですけども、ほら余裕やん。いけるね。うん、めっちゃしっかり、乗りますね。人が一人収納できます。うん、なんか普段使いとしてはめちゃくちゃいいんじゃない、ちょうどいい感じ。え、後ろに、後ろのバッテリーか。あ、そう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 だ、そうだわ、そうなんだ。あ、ごめん、これさ、リアもさ、パタンって倒せると思う、シート。お、じゃーん、おー、あ、完全にあれだね、フラットにはなんないけど。そうだね、これさ、うん、例えばヘッドレストを、うん、取って、うん、いた、あ、やってもなんないか。あ、ちょっと多少違う、多少違うぐらいね。うんうんうん、そうだね、薄そうだね、薄がやっぱこうちょっと斜めに振り上がってるから、うん、その分ね。そうやな。でもまあ
斜めでも乗せれるもんはいろいろまあ増えるかな、うん、倒せば、うん、しかもこれも取り外しできるから、うんうん、すごいね、結構収納力意外とありました。ありました、びっくり、ちっちゃいのに。そう、こりゃ A1 多いわけやなね。しかも私今ヘッドレスト外して気づいた、うん、これいいなってところ、うん、丸い。あー、普通は四角？四角が多いと思う。そうか、丸い方がいいの？押しやすい。うん、丸い方が見た目いいなと思って。あ、可愛いってことね。確かに、だってこの A1 のスタイルにもすごい合ってるかなっていう、うん、いいね。今更思ったけどさ、リアのさドア短すぎる。これそうなんだ、あの乗り降りしやすいんじゃないですかね。ドア版の心配があんまりないというか。いいと思います。でもなんか入るときにやっぱドアがちっちゃいから、うん、その分こう小人の家に入る感がすごいですね。うん、そうやな。でもすごくコンパクトだけどめちゃめちゃ考えられててスタイリッシュで、うん、めっちゃいいなぁ。 A1 欲しくなっちゃうなぁ。このまま今エンジンついてるからフラー音聞かせてもらおうかな。あ、OK です。はい、はい、お願いします。ですね、あの普通にスポーティーな音、うん、ちょっと水が出てたのはさっき洗車してもらったばっかだったんです。はい、大丈夫です。じゃあ次はライトの方を見ていきたいと思います。はい、お願いします、はい、これデイライトないんやな。お、今オート？今オート。ないかな、ないかな、ない、多分。はい、あ、これポジション、この上のここが光ってますね。見えるかな。 OK、 次ローお願いします。はいはいはい、なるほど、綺麗。はい、ビーム、おお、なるほど、明るい。次、あ、OK、 ウィンカー、なるほどね。で、じゃあもう一回フォグお願いします。白くないね、まあ、実用性を考えられるかな。じゃあ次リアも見ていきます。はい、今ポジションついてる状態、かわいい。じゃあブレーキ踏んでください。ほい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 。あ、次ウィンカー、あえー、すげえ、かわいい。じゃあ次バック、なるほど、リアフォグお願いします。あー、そういうことか、消えるんだ真ん中、いい感じ。どうしてもこの表示の字が可愛くてね。今さ、これがさ、ちょっとギザギザやな、なんか 丸くなるとギザギザしとるよな。ギザギザ。面白いね。いい感じです。よし、じゃああやちゃんちょっと動かしてみましょうか。はい、お願いします。なんか、うん、サイドブレーキってなんかこうギギギギギって効くイメージじゃん。うん、一回、そうなんや、止まるところでもう一回カチンで終わる。へえ、なんかいい感じ。いい感じ、うん、しかもすっごい軽かった。あ、そうなんだ。なんかもっとスポーティーだから重たい感じかなってハンドルとかね、うん、思ってたけど、うん、結構軽いし走り出しも軽やかで、うん、すごい乗ってて楽な感じがした。おお、いいね。ブレーキとかどうだった、扱いやすさは。めっちゃ扱いやすい。ほんと？気にしなくていい感じだから。あ、そうなんだ。めっちゃいいね。アクセルもレスポンスめっちゃ良かったから、このドンっていう加速感は別にないけど、うん、でも普通に運転しててこうストレスない感じだし、うん、ちょっと乗り心地がいい感じの走りも楽しめる感じだと思う。へえ、いいね。このちょっとで何が分かるんだって思いますけど。
ちょっと小回りも見たいけん、ちょっと回ってみます。このちっちゃいとこでこう回してもらおうかな。回ります。はい、こんまりいいんじゃない？いい？悪くないと思う。たまにさ、あのアバルト595みたいにさちっちゃいのにめちゃくちゃ小回り効かんやみたいな車あるけど、これは普通にサイズ通りの感じで動けるかな。サイズ通り、しかもやっぱハンドルが軽いし、うん、ハンドル、まあ、使い勝手いいぐらいの大きさだから、うん、全然操作性は悪くないし、うん、その思ってる通りなぐらいの動きをする。うん、いいね。うん、意外とこの前がどこまでかが見えないんだけど、うん、ああ確かにだいぶ落ちてるもんね、ボンネット、うん、ボンネットの一番上、うん、ここのくっついてるトップのところしか見えないんだけど、ああそっかそっか。でも多分そんなに見えなくても不安になる感じの動き方ではないと思う。おお、なるほど、いいですね。いいですね。欲しくなっちゃうね。ちょっとマジ検討に入ろうかなでも黒だよこれ。そうなんだ。私欲しいのグレーみたいなさ。そうなん？グレーベージュみたいな色が欲しいんですよ。カラーじゃないんだ。そうなの。これはね、うん、ちょっと一目惚れした色がその色で、うん、そっから A1 がいいなって思うようになったから。そうなんだ、渋いね、あやちゃん。ちょっとね。ちょっとね。ちょっとね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。私の今最大に大注目の A1 紹介させていただきました。いやー、思った以上にいろいろと使い勝手が良さそうでいい車でしたね。すっごいいろいろ考えられてて、はい、うん、めっちゃいいなって思った。やっぱ街でよく見かける車って、うん、やっぱそんだけ売れる理由があるんだなっていうのが、うん、やっぱこうやってよく見るとよくわかる。確かに。しかもこの3ピースさんのやつはちょうどいい車高になってて、いやほんとこれかっこいいわ。純正ホイールでこれかっこいいわ。めっちゃかっこいいんですよ、うん、そのまんまでは結構かっこかわいい感じでもあるけど、うん、この真っ黒な感じにこの車高でめっちゃいいです。いやー抜群ですよ。抜群、本当に、うん、でこの今大興奮の A1 3ピースさんで購入することができるので、はい、気になる方はグーネットの方で検索していただければなと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。一応ね、概要欄の方にも、はい、リンク貼っときますので、はい、そちらからもお問い合わせできるようになっておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ次回もね、この3ピースさんでまた面白い車あったら紹介したいなと思いますので、次回もお楽しみに。お楽しみに。